中年オタッキーです。今日はちょっと予定はね、そのオリンパスのペン S の、まあ、紹介だったんですけども、ちょっと変更しまして、先週末ちょろっとね、あのカメラ店をね2店ほど訪問したんですよ。でそのことについてね、ちょっと、レポートっていうかな、まあ、あの紹介したいと思います。それでは動画スタート。のね、話って言ってもね、私徳島県に住んでますんで、どうしても徳島県の話になってしまうんですけども、ちょっと前のね動画のコメントにね、徳島在住の方から、徳島にまだフィルムカメラ専門店が3つあるよという情報をいただきまして、で時間の都合でちょっと2つしか回れなかったんですけどもね、ちょっと紹介していこうと思います。これね、徳島にねこんだけあるんだからね、日本全国結構あるんじゃないかな、まだこういうお店ね。で徳島のね、その今回回った2店舗はね、どちらもね、あのお年寄りの方がやっておられて、あのまあまあ多分なんですけど、デジタルにはもうついていけないいけないんじゃないかなと。で今までのその営業スタイルをねそのまま貫いていってるんじゃないかなと思うんですけどね。で最初に紹介するのがね、中山カメラさんですね。中山カメラさんね、徳島市のね、寺島本町西1丁目59番地というところに所在しております。これね、徳島の人はねよく知ってるポッポ街っていうのの中になるんですけども、そのポッポ街っていうのが徳島駅の表口を出てね、もう右側に見えてます。もうね、ビルの谷間にポッポ街って思いっきり書いてありますんでね。でまあこんな感じで、入り口はこんな感じで、下にセブンイレブンがあるんですけどもね、セブンイレブンから入ってだいたい 100m ぐらいのところにね、中山カメラって言ってこの緑の看板でね、でカメラはね、これ今映ってるカメラ全部1台2000円です。もう一眼レフだろうが、レンジファインダーだろうが、コンパクトカメラだろうがね、まあ、フィルターとかもたくさんあるんですけども、カメラは基本的にこれ、ヤシカエレクトロシリーズですけども、これキヤノンの AE1 とかね、他にもね、A1 も2台ありましたね。で、動くかどうかはね、わかんないんですね。まあ、状態がいいカメラはおすすめはされますけども、A1 はね、ちょっと状態良くなかったんですけども、動きはね、状態悪くても A12000円っていうのに安いですよね。軍艦部を、まあ、ファインダーが曇ってるやつとかあって、軍艦部とかバラす必要があるっちゃあるんですけど、もし動けばね、安いと思うんです。で、ゲットしてきたカメラなんですけども、中山カメラさんでね、これ2000円で買ってきました。2000円ちょっと高いかなと思ったんですけど、非常に状態がいいんですね。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。これね、キヤノンの EXEE っていうね、カメラで。で、買ってきてね、その電池を入れようと思ったら接点が汚れてたんで、ちょっと接点を磨きましたけどね、無事 EE も動きました。今動いてます。動いてますね。これちょっと面白いカメラになるんでね、またそのうちね試写してね紹介していこうと思うんですけどね、もう何の問題もなく普通に動くし、レンズももうめちゃくちゃ綺麗なんですよ。そんな感じでね、ゲットしてきました。これね2000円、まあ、お店でねその動作確認して買えるんで、ヤフーオークションとかと違ってね、その手に取って買えるんで、2000円っていうのは結構値打ちがあると思います。で送料がかかんないですからね。まあ徳島に住んでる人は結構いいんじゃないでしょうか。でもしねこの中山カメラさんにお買い物に行くんだったらね、対応する電池、いろんな電池を持っていくことをお勧めします。電池を持っていったらね、現場でね動作確認してね、購入を決めれると思うので、この中山カメラさんね、お年寄りのね夫婦でやっておられるんですけども、非常に穏やかな、方でね、おすすめできると思いますね。商売成り立っているんだろうか、お客さんはいなかったんですけど、もうポッポ街自体がね、結構錆びれてるんで、大丈夫かなと思って、まあ、また今度買い物に行こうと思いますけどね。僕はカメラ1台買ってきましたけど、一応ね、まだ補充する予定はあるにはあるみたいですね。まあ、そんな感じで、中山カメラさんの紹介でした。次はね、桜屋さんですね。
カメラの桜屋さん、場所がね、徳島県徳島市新町橋1丁目の6っていうことでね、これね徳島駅、これも徳島駅から近いといえば近いですね。駅の正面を出て左側に斜めに出てる道があるんですよ。その斜めに出てる道をずん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 歩くと、国道に当たるんですけど、その国道を渡って、さらにずん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 歩いていくと10分ぐらいでね、新町川、川にたどり着くんですけど、川の橋の向こうにも見えてます、秋田町っていうね、歓楽街、まあ、歓楽街っていうか、まあ、寂れてるんですけど田舎なんでね、歓楽街の入り口あたりにあって、結構ね古くからやってて、私もね20歳ぐらいの時にね AE1 を1台購入したんですよね。でそれがまだやってるということで、まああのビルはねこんな感じで古いビルになるんですけどもね、こじんまりとした店はこじんまりとした店ですけど、奥に広いです。でこちらの方がね、あのジャンク品とかもねゴロゴロ置いてあってね、これあのまあヤシカの珍しいカメラとかね、あのコーワのカメラとかも置いてありましたけど、まああのパッと見て、触ってみたけどちょっと動かないで分解が必要だったんですけどね、ワインダーとかもね、これオリンパスのワインダーとか結構2000円ぐらいで安く売ってるし、 FM2 の 35mm2.5 付けで 34,800円、まあまあいいんじゃないかな。このプログラム A はちょっと高いかなと思ったんですけどね、トリップ35の1000円はこれちょっと距離計が怪しいってことでした。レンズは全体的に安いですよ。ニコンの AI ニッコール 50mmF1.4 が8800円とか、他にもね、AI ニッコールの28mm の F2.8 が8800円とか、お店買いにしては結構安いと思いますね。で、ゲットしてきたカメラはね、こちらなんです。ちょっと高かったんですけど、デミ S です、これね整備済み、モルトも張り替えしてありました、もうそのまま使えるやつが2980円、ちゃんと動作品ですこれ、あ今それをシャッターにしてる、ちょっと、ちゃんとね、露出系もちゃんと動いてまして、完璧にねそのまま使える。モルトもね、店主さんがね、貼ってちょっとね細いモルトを、使ってありましたけどね、これ見えるかな、モルトね細いモルトを貼ってありましたけど、ちゃんと使える状態で2980円でした。レンズキャップ落ちちゃった、レンズキャップもついてます。これ用かどうかは分かんないですけど、すっぽり収まるレンズキャップがついてますね。まあ桜屋さんで買った DXE もねこれ純正のレンズキャップがついてるんですけど、まあいいと思いますね。で桜屋さんは自分とこで修理する技術があるようで、訪れた時はね、ペンの EES が分解しておいてありました。ちょっとねかなり細身のねおじいちゃんがやってるお店ですけど、まあ、対応はすごく良かった。ちょっと気取り気味でしたけどね。対応はすごく良かったです。どちらもね、フィルムカメラしか置いてないんですよ。で、品揃えはどちらかというと、桜屋さんの方が多いです。結構品揃え多かったですね。で、まあ、どちらも距離近いんで、もし徳島にね、お越しの、機会がありましたらね、どちらも徳島駅からすごく近いんで、場所的にはねいいんでね、まあ暇があればですけどね、お邪魔してお買い物してはどうでしょうか。まあ全部買っていってもいいですよお金があるんだったらね、まあどちらもねそんなに高くないですね。まあヤフオクでね競り合って買うよりは安く買えるんじゃないかな、わからないですけどね。まあ転売して儲かるような値段ではないですね。だから転売屋さんは行っても無駄だと思いますので、行かないでください。転売屋さん嫌いなんでね。まあ今日のね、動画はね、こんな感じでカメラ屋さん2点の紹介になるんですけども、もしね、視聴者様の、方で、あんまり紹介したくはないと思うんですけどね、地元にね、そのカメラ屋さん、穴場っていうか掘り出し物がよく見つかるね、カメラ屋さんとかありましたらね、私の DM の方にね、写真付きでね、
送っていただければ私の動画内でね、紹介したりもしますんで、もちろんねカメラ屋さんが自薦でも構いません、宣伝させていただきますんでね、まあ、写真数枚と、紹介文を送っていただければ、動画内で、フィルムカメラ専門店とか、まあ、フィルムカメラを重点的に置いているお店に限りますけども、紹介させていただきますのでぜひともぜひとも、お送りくださいませ。はい、それでは、ここからはね視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。トップバッターはね初投稿のね山拓さんですね。はじめまして、山拓と申します。今年の5月からフィルムカメラに取り憑かれて始めた超初心者、猿年でもうすぐ52ですということですね。ヤシカエレクトラ 35G、ハードオフで1100円で入手、和歌山城で撮影しましたということで、まあタイトルはなかったんですけども、あえて3枚組の写真ということで、タイトル和歌山城ということで紹介いたします。フィルムはなんだかわからないんですけどもね、これ非常に良い組写真だと思いますね。和歌山城のねその雄大さ、を違う角度から3枚紹介してくれてます。まあ写りもねヤシカいいですからね、ちょっとねガスってますけどね、まあ日がもっと良かったり良かったのかもしれないですけど、写真としてはねなかなかの出来だと思いますね。はい、山田さんありがとうございます。また投稿くださいね。次がね時神さんの作品で、タイトルはなしですね、これ無題なのかな。カメラが、1981年製のヤシカオートフォーカスモーター D、 レンズがヤシカレンズ 38mmF2.8、 3分4枚のテスラタイプってらしいですね。シャッターボタンを押すしかできないカメラらしいんですけども、フィルムが富士フィルムの C200 ってことなんですけど、この作品なんですけどね、手前右側のね花にねピントが合わせて、奥のねヤシの木ですか、これまあ、若干ピントがぼやけたら背景ボケしているような感じになりますけども、これちょっと面被い感じになりますね。被写体は花なんですけどもね、背景を整理して、まあ、こんな感じになったという、まあ、公園のね様子を表しているような感じですかね。はい、で前回のね時神さんの投稿でですね、ロモ100で中身がコダックっていう感じの文章、ロモグラフィーの100ってコダックが作ってるんですね。色目的にはねそのロモっぽく見えることもあるんですけども、中身はコダックゴールドではないかっていう、話になってますね。時神さんよくご存知ですね。はい、時神さんありがとうございます。次がねこれ島さんかな、これも初投稿ですね。初投稿島さんで、押し入れの中の古いバッグの中から発掘された25年前に期限の切れたフィルム、富士カラースーパー G400 オリンパスミューパノラマで撮影しましたということで、これ2枚なんですけどもね、激エモですね、これね。エモい写真っていうのが流行ってますけどね、これすごく、ものすごくエモい写真になってます。デジタルでは絶対出せない味。まあね、悪く言えば汚い写真、よく言えばエモい写真なんですけども、これはね、こういう面白い写真が撮れるという意味で期限切れフィルムはねすごく面白いですね。まあちなみにネガはねもうぐるぐるになるんでね、フィルムケースに入って戻ってきてよくあるパターンですよね。島さんありがとうございます。また面白い写真送ってくださいね。はい、次がね栄太郎さんかな、栄太郎さんでね、これ真夏の洋館ということでね、カメラがね、バルナックライカ D2、ズマール 50mmF2.0、共に1930年代の古いカメラレンズの撮影、フィルムはポートラの160ということで、このレンズの特有のもわっとした感じが気に入っておりますということですね。普段撮りは曇りとか室内で、本領発揮するレンズカメラということなんですけどもね、まあ、当日はドピー感だということで、何のことだよ、これむちゃくちゃいいと思いますね。まあソフトフォーカスっぽくなっているんですけども、
そのもわっとした感じ、大体ね、そのライカのレンズって言ったらね、バリバリの解像感っていう、まあ、ことが多いんですけども、これね、ソフトな感じで非常にいい感じで撮れてますね。これもね、また古いカメラの味という感じでしょうかね。で、拡大してみるとね、しっかり改造してるんですね。まあ、光でもわっとして、まあ、フレアが広がってるんですけども、解像度はしっかりあるっていう感じですかね。はい、太郎さん、ありがとうございます。次が、クスクスくんさんかな。クスクスくんさん、タイトルがね、2枚、1枚目がね、夕焼け、2枚目がね、林深くってことで、どちらもね、ソニーアルファ7-2、レンズがキヤノン FD50mmF1.4SSC ということで、最近キヤノンのレンズをつけてますけど、どれも素晴らしい写りだと思いますね。この 50mm の 1.4SSC 私も持ってますし、以前ね、あの作例も出しましたけど、結構いい感じで撮れます。カラー写真向きのレンズで、周辺のね、解像度がちょっと落ちるレンズなんですけどね、雰囲気がよくね、撮れるんですよね。で、1枚目のね、写真、これね、夕焼けっていうことですけど、このミラーの中にね、反射ミラーの中に、夕焼けが映っていくので、僕だったらもう一ひねりのタイトルにするかな。写真自体はすごくいいと思います。2枚目はね、この林の中でね、光に照らされてるね、木をね、撮っておられるんですけども、その、なんていうんですか、林深くというよりもうちょっと趣深いタイトルにできると思う。この写真もなかなかいいと思いますよ。明暗がね、はっきり分かれた光の境界線を作っておりますんでね。はい、クスクスくんさん、ありがとうございます。次はね、落合さんの作品2枚。1枚目がね、加減の月月齢 22.0、2020年8月12日2時41分。2枚目がね、加減の月取り比べ2020、8月12日2時50分ということで、これ2枚、1枚目がね、オリンパスの E5-2、ZD7300mm、プラス EC14、ということですね。2枚目がね、カメラは同じで MZD75-300F4.8-6.7-2 ISO1600 で撮られているということですけど、2枚撮り比べというようなんですけどね、どちらも綺麗に撮れてるんですね。僕天体写真なんか撮ってない、これ両方とも手持ちで撮ってるらしいんですけど、で僕的にはこの1枚目の方がね、階調が深く出て、好きですかね。落合さんのね、天体写真なかなかですよね。こんなに綺麗に撮れて素晴らしいと思います。はい、落合さん、ありがとうございます。今日の作品投稿のコーナーは、ここまでになります。ちょっとね、作品投稿のコーナー非常に混み合ってきておるんですけども、ちょっと順番待ちになってますけど、またちょっとしばらくお待ちくださいませ。はい、次は俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー、今回はね、野良旅人さんの俺のカメラ、俺のカメラに投稿します。今回はソニーアルファ 7R3 です。レンズはシグマ 45mmF2.8 をつけています。最近流行ってますね、シグマの単焦点。所有レンズはソニー純正とツアイスコシナなど、ズームから単焦点、マクロ、超広角など全部で8本で、ネイチャーフォト中心、スナップなどいろいろ撮影していますが、フィルム撮影時のサブカメラとして持っていくことが多いですということですね。今回の撮影機材はカシオエクシリムですということですね。これね、この写真なんですけどもね、アルファ7と思いきや、モニターにはね、これね、ミノルタの AL ですかが映ってるんですね。これなかなか面白い写真になりますね。カメラにカメラが映ってる。まあ、α7R3 ね、先日もね、α7R4 が登場して型遅れになった、という紹介の仕方してますけど、現行でもね、売られてるんですよね。で、α7R4 がね、まあ、性能上なんでしょうけど、全然α7R3 でいいと思いますね。
R1-R4 まで必要ないかなーっていう感じですかね。まあ、僕自身がね、その EOS5D Mark3 を今でも使っておりますし、その、なんですが、動画を撮るにはね、EOS5D Mark3 は全然、ダメなんですけどね、スチール写真ではね、全然いけるんですよね。新しいカメラもいらないと思いますね。2000万画素を超えてる一眼だったらもう全部現役でいいんじゃないかなと思うし、APS-C だったら1500万画素機ぐらいでもね、全然現役でいけると思いますね。まあ、メーカーは新しいものをね、売らなきゃ、儲けが出ないんですけども、カメラの進化っていうのはもういいところまで来てると思うんですね。まあ、それは極暗所でとか、そういうめちゃめちゃ厳しい状況になったら新型の方が強いんですけど、そもそもそういうところであんま撮らないですよね、普通写真ってね。もう超暗いところでばっか撮るとか言ったらね、新しいカメラとかね、ノイズ耐性とかがいいですし、オートフォーカスもね、暗いところで、なんか EOS R5 なんかで、ね、もう本当に月明かりぐらいのところでね、全然オートフォーカス外さないらしいですけど、そもそもそういうところで写真撮らないですもんね。まあ、こんなこと言ってるとまたね、ツッコミがどんどん入ってくるんで、この辺にしときますけど。私はね、そのフィルムカメラのね、特化した動画になってますんで、デジタルのことはあんまり言わないことにしましょうか。今日の動画はね、こんな感じになります。繁忙期、そろそろ終わりなんですよ。だいたいお盆を過ぎるとね、激暇になってきて、もう今日もね、実はね、帰りの荷物がなくって、空パレットを運んでるような人もいましたけど、僕はね、製品積んでますけどね。ちょっとね、疲れが溜まってきてるんで、そろそろね、もう忙しいのを勘弁してほしいということですね。はい、今日の動画はこの辺になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。私の動画ね、いつも言ってますけど、高評価、皆様のコメントに支えられてます。高評価はね、ポチッと押してくださいね。コメントもね、暇な方が、あればどんどんコメントいただきたいと思います。ちょっとね、コメントの返信全然間に合ってないんですけど見落としをしない限りはコメントは、返信させていただきますので、ちょっとお待ちください。でまた、あとチャンネル登録のね、最近ちょっとチャンネル登録ね、波に乗って増えてきております。どひどしね、チャンネル登録の方ねしていただければと思います。いろんな情報ね、その今回はカメラ店の情報を、やりましたけど、またね、こういうフィルムがいいよとか、こういうフィルムが安く売ってたよとか、カメラが安く売ってたよとか、情報提供もね、ぜひぜひお願いします。はい、それではまたね、次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。